じゃあ、ここから研修の話です。残り7分になってしまいましたので。で、えっ、ー、と、キャリア、研修とか、えー、キャリアの話をしていきますが、まずですね、まあ、200社、200種類ぐらいあってですね、えー、内定者の間の教育が6ヶ月 e、e ラーニングで行われます。で、4月から8月末まで5ヶ月間、共通教育ってさらっと書いてますけども、この間は、 あのアプリ系に配属結果的にされる人も、インフラ系に配属される人も、営業に配属される人も、なんだったらコーポレートとしてですね人事とか経理とか法務に配属される人も、全員同じ研修を5ヶ月間受けていただきます。もちろん、の IT の習熟度合いによって、研修の中ではちょっと、ね、アッパークラスとかあのスタンダードクラスというふうに分かれてますけれども、基本的には同じキャラクエもやっていただきます。 なんでかっていうと、今後 DX を推進して、皆さん一人一人が DX の提案ができるようになるためにはですね、我々は何が必要かって考えているかっていうと、アプリしかわかりませんとか、インフラしかわかりませんという社員じゃ困る。全員がアプリもインフラもわかるって形になる必要があるというふうに考えています。ですので、そういったことを学ぶためには5ヶ月必要なんですよ。5ヶ月間、こういうような研修室とか、もしくはオンライン。 などでですね、研修をやっていきます。途中の質問にもありましたが、入社後の研修は、本社、豊洲、あとですね、このラーニングパークっていう研修施設が多摩センターという場所にいます。あと自宅、この3拠点を生かしながらですね、えー、と在宅勤務を、ま、交えながら、研修を受講いただきます。さらには、9月に配属されてからもですね、研修が続いていくんですよ。どれぐらい研修続くかっていうとですね、2020年度から若手キャリア開発プログラムというのを導入しました。で、これによって、 えーと若手社員のマルチスキル化ということを目指しています。このマルチスキル化を目指しながら、何をしているかというとです、ね、実際に4年間で1350時間、研修、教育、期間、時間を設けています。これもちろん仕事をしながらです。だから、えー、とある意味、1ヶ月に20営業日あったら、そのうちの1日は平均して勉強しているみたいな感じですねでそうういっったような、えっと、ってね。 大学院2年間間間の授業時時に匹敵する時間でするでよそこまで4年間で教育を、えーと、もちろん IT に関するものをやりますが、それ以外に経営戦略とかビジネス創資とかリーダーシップとかファイナンスとか、えー、ロジカルコミュニケーションとかですね、こういったことも含めてやりきる、4年間そこまでで勉強させきるという会社が他に何社かあったか、ぜひ比べてみてください。で、えーと、当社はなんでこんなに若手に投資できるかっていうと、離職率が低いんですよ。 今ですね、全社の離職率が年間で2%ぐらいです。2%から3%ぐらいです。なので、長期的に働きたいっていう方が基本的に働いているような会社です。なので、皆さんすいません。あの、もう2年、2、3年やったらそこで経験したんで、他でポイっていけばいいやっていう方は SC、SCSK に合わないんですよ。長く勤めながら腰を落ち着けて、で、自分自身でキャリアを積み上げていきたいという方に向いている会社なのかなと思ってます。だから、若いうちに投資するし、えっ、ー、と、海外の教育メニューというのも豊富に 設けています。先ほど途中で海外の話もありましたが、まず国内で、えー、トイックとか英会話のレベルアップをしながら、えー、アジアで1、2週間研修をして、で、希望者は1年半の海外トレーニングもありますよっていう、こんなような仕組みですね。で、この海外トレーニング終わった後に3年単位での、あの、駐在員っていうのも、これも基本的には本人の希望を持って駐在してもらったりもしています。で、えっ、ー、と、それ以外に研修だけではなくてですね、キャリアの話で言うと、 えっと CDP という毎年1回全社員が上司と必ず面談するっていう制度があります。それ以外に人材公募とか FA 制度というのを設けてます。で、この人材公募とか FA 制度って大手は持ってる会社が多いですけれども、これらの制度で1年間で約100人が移動してます。この実績を、もぜひ他の会社に聞いてみてください。こういった制度がある中で大体1年間でどれくらい移動するんですか年間に100って。 多分相当多いです。これに関しては他社さんの状況はわかりませんが、聞いた話の中ではうちより多いところは聞いたことはないですね。それぐらい社員一人というよりは自分のキャリアを考えて、自分なりに社内で転職活動するような感じですね。だから社外に出ていく必要性がないっていうような感じかもしれませんねで。さらに働き方改革の中では残業の話も途中で質問ありましたけれども、もともと2011年まではですね、普通に残業も多かったし、有給休暇もあんまとってなかった話です。それが2013年に一気に。 始めましたでここ2年ぐらい、2、3年はですねコロナで逆に残業増えちゃってですね。はいあのやっぱコミュニケーションを取るために会議が増えたりしますね。あと、有給休暇もちょっと減ってます。なんでか、コロナで在宅勤務があって、しかもフレックスがいっぱい取れるので、あの有給休暇取る必要性がなくてですね、ちょっと下がっちゃってるって実態はありますが、トータルで見れば、こういった働き方改革を業界に先んじて進めてきた会社です。でですので 当社はさまざまな賞を受賞しています、まあ。クルミンマークとかってもちろんですけども、えー、と日経のスマートワーク大賞を3年連続で取っていますとか、なでしこ銘柄、女性の活躍しているという銘柄に8年連続です。それから健康系銘柄っていうふうに言われますが、これはですね、えー、と大手3000社が選定対象になる中で、9年連続受賞したのは当社1社だけですね、3000分の1社です。というようなあの会社でございますというところ。